2021年7月の10日土曜日でございます。本日は、阪神巨人戦がございまして、明日は前半の阪神巨人戦最終でございます。昨日なんとか勝ちましたんで、雨で途中中断という形で勝ちましたんで、コールドゲームですね。もう前半戦にひっくり返されることはございません。なんとですね、野球はですね、阪神が前半戦をトップで折り返すという事態になりました。何年ぶりでしょうね。これは素晴らしい。まあそこら辺のところをですね、今日と明日はくっちゃべりたいと思っておりますけども、その前にまずチャンネル登録をお願いしますとですね、なんと今日また大谷選手がぶっ放しました。33号ホームラン、すごいな。オールスター前に33号ですよ。考えられん。日本人が。ありえない。僕ね、結構はっきり覚えてるのはね、松井が32本打った時にね、もうすごいなと。この記録抜く日本人はね、まあ出てこないやろなと思いましたけどね。それをいともあっさりと33本前半でですよ。これね、皆さんは大リーグの年間記録ご存知ですかね。確かね、バリー・ボンズっていう人が持ってましてね、私ちょっと見ましたら73本ですね。74本打てば世界新記録、ありえるでしょ。あと40本です。今33本ですからね、ありえますよね。そのためにはどうしたらいいか、もうとりあえずね、もう嬉しがんとね、反対に嬉しがってと言いますかね、もうピッチャー、これをまずやめさせて、今年はですよ。はい、もう今年はもうこんなね、機会はね、二度と訪れないかもしれませんからね、誰か言ったってください。とにかくもう、バッターに徹すると。それもね、監督の協力を得てですよ。なんとかね、打順を1番に、1番よう打ってるんですよ。だからですね、もう1番に固定。そうしますとね、やはりね、打席の数が上がりますんで。で、プレッシャーもね、1番っていうのは1回目はね、結構プレッシャーなく打てますんでね、ホームラン出やすいんですよ。結構ね。だからですね、なんとしても、奇跡の、日本人が大リーグのホームラン記録をまあ立てなくてもいいわ、狙うというね、この快挙の1年にねしていただきたい。そしたらもうコロナなんかぶっ飛ぶと、はい、いうふうに私はちょっと感じてるんですけど、どうでしょうかね。これはね、冗談抜きで真剣に言ってもらいたい。もう優勝がどうのこうのクソもない。33本でしょ、あと40本。それで前半戦はもう終わったんですよ、ほとんどね。もうあと後半戦半分あるわけですからね。これはなったでしょうね。どこの局のね、その朝ね、朝早くに野球やってますからね、あれなんですけど、言わないんですよ。言うとあかんですかね。狙えますよと、絶対狙えますよね、この記録。現実に今大リーグ1位ですからね。でどうもね、大谷はもう典型的なかもしれない、分からんけど、打ってるとこはね、とにかくローアングル、ローヒッターですわ、低めの球ですわ、低めの球をね、カチコーンとね、ぶち上げてホームランしてるんですよ。みんな気がついてないの？とかね、思うぐらい低めの球ばっかりです。見てますと。それか、反対にもう高めはもっと打たれると。だから、低めを狙って投げてると。ところが大谷はもうそれに適応してですね、低めをもうホームランできるようで、今の数になっていると。どっちなんですかね。そこら辺のところで解説してもらいたいですね。もしですね、高めの方にも穴がなければ、もうそうすればですね、もう
ちょっと頑張れば間違いなく行くんではないかという形で、わあ今ないかなとね、私個人的には思ってるんです。だからね、今年はですね、もう他のことはどうでもいいですからね、大谷さん選手にはね、もうピッチャーの方はとにかくやめていただいて、はい、もうバッターに専念して、もう打率も盗塁も素晴らしいんですけども、それでも全部抜きで、もうホームラン王をね1点にね、徹してですね、狙っていただきたい。まあそれは言うたらあかんのですかね、言うたらあかんのですかね。毎朝は朝言ってるのにね、一人のアナウンサーからも聞かない、解説者からも、というのはどういうわけなんでしょうね。不思議でございます。そんなまあこんなで今日はこの辺で、ではまた。